えまず今日の試合、振り返ってくださいえっと前半、終盤に点決めて、こっちのペースで前半乗り切って、後半の最初ですぐに失点してしまって、そこからきつい時間帯が続いて、最後、自分たちのペースの時にきに、武くんがゴール決めてくれたので、勝てた試合だったんですけど、引き分けに持ち込んで、良かったと思います。 ご自身は2試合連続のゴールというところなんですけどどもその辺りはううでしょが、えーまあ、3点目で全然まだまだ取れていない部分があるので、まあ、2試合連続ゴール決められてホッとしています、えー、さらに次節も期待したいと思いますけども次節に向けても一言お願いします、えーまあ、試合に勝ちきれるようにしっかり準備して戦おうと思います。